皆さんこんにちは、本のすすめ横松新平です。佐藤和也読むという冒険、イギリス児童文学の森へ、岩波ジュニア新書なんですが、この初めにね、とてもいいことが書いてあります。国語の授業でね、この作品で作者は何を言おうとしているか、そういう問いが当たり前になってるかもしれないんだけども、読むっていうことは正解を探す作業じゃないよねっていうことが書いてあって、まあそもそも作者の意図があるのかないのかっていう問いも立てられるわけで、もしかしたら作者はなんかこう伝えたいことがあって書いてるわけじゃないかもしれないわけなんですよね。ただ書いてるっていうか。で、このいろんな読み方ができますよねっていうことで、このロビンソン・クルーソーとかね、熊野プーさんとか、多様な読み方を紹介したとっても面白い本です。そしてもう一つ、この初めにこの本にある仕掛けを用意しましたと。その答えは後書きに書きますということで、で最後に終わりにその答えが書いてあるんですけども、これがね、実に面白い、なるほどなと思って、言いませんけど、ぜひこの問いと答えと楽しんでほしいなと思って紹介しました。皆さんごきげんよう。本のすすめ、横松新平でした。